と思います。どうぞ。あのろうそく型の塔は、まあ、京都タワーでございますけど一番新しい塔で、うんうん、一番古い塔と一番新しい塔がここから見えるんですね、うん、だけどこの新しいものと古いものが一緒になって共存できるのがこの京都のいいところではないでしょうかね。真ん中にいらっしゃる方がまず十一面観音様ご本尊になりますけど、奥の大きい扉の中に秘仏の方がいて18日の日のみご開帳されています。でこの両側にいらっしゃる後ろの方は28部衆といいまして、観音様の教えにもしくは観音様の思いに共鳴して現れたあの28人の神様を表しています。よく皆さんご存知の風神大神から始めて今の代表的な神様の大釈天とか、あとはそのガルダですね、カルダとか、そういう感じのインドのアレルギー様が、あの観音様の思いに共鳴して、観音様を守るという存在なので、ヨガのこの作品です。この28部衆とかに言えましょう。これの大きなお姿は33年分の中の夢だと。やはりここはそこまで大きいお姿ではないんですけど、28部衆。ここ見て夜にね。33年いっぱいありますよ、はい、足の中に。そうです、あの船体の船尾管の28部衆の更新台ぐらいだったと思います。夜昼変わることなく観音様を囲んでいるということでこの両脇に祭りされております。それはもう一回観音様の境内でいつまでも眠りたいという方と、あとは戦争で亡くなった方をここにお祭りしているから自分たちの魂もずっとここにいたいという、そういう方もありますし、中には普段からよく下から観音様の姿を見ていた、拝んでいたというそういうご縁で亡くなった後もここにずっといたいという方が結構いらっしゃいます。いいかもしれないですね。永代供養もなさってるというお話 で、ね、で面白いのは墓友ということで、あの個別の棚もありましてロッカー型のところにご遺骨が納められてるんですけど、お隣同士にあのご先祖を入れてるご縁でお友達になった墓友という方もいらっしゃるらしいです。あ、そう。
私京都よりね、必要だな、相談に行かないと、ね、どうしても普通のお墓だと今草刈りが大変だったり相続が大変だったりするというの で、あと後継ぎとかね、そういう人いないとね、そうなるともこちらでも母からのご遺骨を山に納めして、うん、あの追い替えだけをこちらで永代に来るという形で縁が切れないようにということもできるので、話を伺いました。そういう意味ではどこの宗派も属さないというのが僕の利点ですので、そうですね、ね、そうですよ、そうですね、そうなんだ、大丈夫だったり、そうですね、本当に今日はあのいろいろと、ね、ありがとうございました、本当にありがとうございました、貴重なお話を伺って、もう長い時間を、ね、はい、もうすごくいい経験ができました、話を極められたというか、そういうふうになられたら人がリフレッシュしてる証拠ですから、ね、はい、お寺って本来その皆さんその法事の時しか行かないとか、そのお墓参りの時しか行かないってありますけど、それはものすごくもったいない使い方で、本来は生きてる人が行って、生きてるうちにどうやったら私たちの魂がきれいに生まれ変わるか、で生きている時も死んでいる時も変わらない他の観音様仏様のお慈悲をいただくかっていうのがお寺ですので、そういう意味ではその万民に開かれた場所が本来のお寺ですので、ここは特に誰が来てもいいように、どの国の人でもどの宗教の人でも来られるようにということで、垣根がないお寺ですので、お墓参りだけだとちょっとね、なかなかちょっと遠のいちゃいますけど、はい、違う、うん、そうですから、はい、そういうふうにこう、なんていうのかな、こう楽しみな感じ、そうなんですね、やはりその楽しいっていうのは大切なことで、はい、やっぱりこの仏様の手のひらの中で遊ばせていただいて、そういうところがないとなかなか私たちの人もほどけませんから、で私たちのことは完全にほどけたときに本当にいいものがなくなってきますので、ちょっと、ね、新しくしないといけない、ね、本当に、はい、中にあるんだって気づいていただけるのが、うん、はい、ね、ありがとうございました、はい、本当に今日はありがとうございました。何回かこう通わせていただきたいと思います、はい、岩田先生ありがとうございました。ごちそうさまでございました。また、心落ち着きに行きます、はい、ありがとうございました。次の充電に来て、はい、はい、何回かに分けてね、何回かに分けてね、はい、見ていただいたんですけども、うんうん、またこういう機会がね、はい、あったらいいなと思ってます。そうですね、はい、京都にいる醍醐味で、うんうん、はい、はい、なので、またこういう機会を作りたいと思います、うん、はい、ありがとうございました。また来週もね、違うことになるかと思います、はい、はい、お楽しみに、楽しみに、